こんにちは、春風ツアーです。今回は岩国空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は8月です。岩国空港を11時25分に出発いたしますと、ホワイトホースへは同日の13時45分に到着いたします。直行便はございませんので、羽田空港到着後は成田まで移動していただいて、そして成田空港からのご出発となります。成田を出ますとバンクーバーに向かいます。ここで航空機を乗り換えて、そしてホワイトホースへと入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。8月は中旬から夏オーロラのシーズンがスタートする非常に良い時期です。ホワイトホースでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は8月出発の岩国空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。